不死身や、スマホ忘れてる、すぐ届けなきゃ。明日でもいいんじゃないか。現代人がスマホなしで外出するのはコントローラーなしでゲームするようなものだよ。やっべえな、急ぐぞ。空を飛ぶのは気持ちいいね、おじさん。そうだな、この辺かな。まともな相手か確かめる。友達だから。友達か。精霊の加護を少しだけ受けていこうか。これで俺が使える魔法は全部使えるはずだ。1時間くらいは。なあなあなあ、海行こうぜ、泊まりでさ。行かせてくれなかった。誰誰、スマホ忘れて。なに、千秋くん、高文だよ、覚えてない？高文兄ちゃん、もう小4かな。今日はスミネと大学に YouTube 撮りに来たの。千秋、この人前に言ってた YouTuber の知り合い。チャンネル異世界おじさんのおじさんです。知らない。サターンのガーディアンヒーローズ。知らない。なんか最初の方えったいピリピリしてたけど。藤宮の彼氏なのかなって。はぁ、彼氏なんていねえわ。じゃあ私の彼氏に喧嘩売ろうとしてたわけ。じゃあもしあいつが本当にヤバい男だったらどうしてたんだよ。光の精霊よ。いや、もっと短縮。本当に検索したら出てくるから。こんな感じでおじさんに魔法ちょっと借りたから、喧嘩とかはなんとかなるかなって。なんかめっちゃ使いこなしてね。うん、現代でもし魔法が使えたらどうやって敵集団制圧するかはしょっちゅう考えてたからな。お前それ調子に乗って使ってたら後からすげえしっぺ返し来るやつだからな。いや、日本昔話じゃないんだから。